よくぞ来たと思う、そうじゃないそうですということで、先ほどカンガラン TV ライブライブの乃木坂46の出演が終了しました。お疲れ様でした。まあ、今回ね9時台21時台ということだったんですけども、まあ、今回ね乃木坂はシンクロニシティ、披露ということで、まあ、その30周年カンガラン TV30 周年でその1位の曲をね、披露するということで、このシンクロニシティをね披露だったんですけれども、いやめちゃくちゃ良かったですよね。まあ、今回のこのシンクロニシティは出張ライブライブということで、その前に昼間にかな事前に撮ったやつをこう流すっていうね、感じでだったんですけど、まあ、その生放送ではあの曲紹介でカッキーとナギとアヤメンとマユタンとサツキニャちゃんかな、この5人が登場して曲紹介して、その昼に撮ったシンクロニシティのパフォーマンスが流れるっていう感じだったんですけど、いやマジで良かったっすね。しかも群馬県だしあの僕群馬県出身なんですけど、ね、言ってくれたら全然帰ったのにね、群馬ね、言ってくれたらねもうすぐ帰ったのに ね言うわけない言ってくれたらってなんなん、ね、ちょっと意味わかんないけど、いや群馬県だったんでねちょっと嬉しくなっちゃいましたけど、群馬県の時点でね嬉しくなっちゃいましたけど、そうシンクロにして梅ちゃんがねもちろんセンターでっていう感じでしたけど、いやこの新体制でのね乃木坂46のでのこうシンクロニシティもめちゃくちゃ良かったっすよね。まあ、まずいろいろそのポジション的に言うと、まあ、センターはもちろん梅ちゃん でその横が水木とカッキーかな多分で、あとはフロントにナギがいたりね、そうフロントにナギがいてさ、そう最初のとほうに抜かれたと思うんですけど、めちゃくちゃいいやんって、もうナギやんってもうナギじゃんっていうね感じで、めっちゃ可愛くて、そうナギがフロントにいたりとか、あとアヤメンもねフロントいたりとか、したりっていう感じだったかな、フロントとかは。うん、そんな感じで、であとはそのパフォーマンスで印象に残ったところは、ミックとねイオキちゃんがの2人が映るシーンあったやん序盤にね、あそことかも。まあ、今回基本的にメンバーで言うと32枚目シングルのね、選抜メンバーで久保ちゃんがいなかったかな、久保ちゃんいなかったですけど選抜メンバーっていう感じだったんで、その5期生もね、5人、さつきちゃんとさくたんももちろんいたっていう感じだったんですけど、そのミックとねイオキちゃんが映るとことかも良かったし、あと今回はスーパーアヤメンタイムでしたね今回いつもはね水木タイムですけど、今回はスーパーアヤメンタイムありがとうございますということで、まあ、そこもね最高だったし、もう何よりね桜とねお花と乃木坂46が美しいのよまあこの今回その桜とってこの季節にぴったりなね、そう桜と下にはねこの菜の花かな、黄色いお花のこの上でというかステージが作られててみたいな、特別なステージが作られてて、そこでのパフォーマンスって感じだったんですけど、もう美しいのね全体が、もう映像がすごい美しいのよ。そう桜がもうめちゃめちゃ咲いててさ、菜の花ね黄色いお花も咲いてて、その中でパフォーマンスしてるのが46がもうめちゃめちゃね、メンバーがみんなもう美しすぎてね最高でしたよ。もうなんか毎回ね結構このカウントダウン TV とかでは外でね出張ライブみたいな感じで外で披露することあると思うんですけど、毎回美しいよね毎回いろんなところでやってるけどさ、毎回その場所とメンバーの親和性というかね、もうパフォーマンス美しいなっていう感じだったんで、まあ、その生放送ではなかったけどね、生でのパフォーマンスではなかったけど、こう昼間にね撮ったやつだったけど、めちゃめちゃ収録であったけど、めちゃくちゃ美しい中でね、美しい場所で美しいパフォーマンスがね見れて、もう最高だったなと、最高のねパフォーマンスだったんじゃないかなと思うし、まあ、何よりまたね、この新体制での乃木坂でのシンクロニシティめちゃくちゃ良かったし、まあその5期生とかがねこうやって歌番組でシンクロニシティ披露するのって初だったんじゃないかなと思うので、その5期生っていうところもねめちゃくちゃ良かったんじゃないかなって思いました。ということで今回はこれで終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ても散りゆく花に奪われて、何度も何度でも眠る夢、そんな春がもう嫌いだ。